コミュニケーションとおならは我慢して出すと大きな音が出る。48歳シングルマザーです。いつも先生から元気をいただいてます。半年お付き合いしている10歳年下の彼について、今後捨てられてしまうのではないかと不安です。だってさ、将来どうなるかなんて決まってないんだけど、彼とやはり君しかいない、まあなんて10歳年下の彼にプロポーズなんかされたらわははって今いい気分なのか、捨てられちゃうかもしれない。未来はあなたがどっちに設定するかで今の気分が変わり、そして彼はあなたを捨てる人にしちゃうことで、あなたは彼のことをいっぱい愛しちゃおうと思えるかな。多分あなたは彼に関して疑ったり、まあ、人によってはですね、嫉妬したりとか、そういうふうなことを考えることで愛の質量が変わってきますよ。彼は今結婚は考えていないそうで、私も子供がまだ巣立っていないためすぐには結婚等は考えていないのですが、男性はいずれ年下の女性、子供が産めるのが良くなると聞きます。はい、出た一般論。男性はって言うけど、他の男性がどうであろうが、彼がどうかっていうのは特定論になりますよ。だから、まあ、あなたは別に一般的な男性の意見じゃなくて、今お付き合いしてる彼の気持ちがね、知りたいわけで、だったとしたら、いずれじゃなくて、初めからもっともっと子供が産める年下の女性を選んじゃったりしないでしょうか。ずっと仲良くしていきたいほど相性はとても良く、不快なことが一つもない人ですと。でもあなたは彼を使って傷ついてますよ。どのように考えさせていけば良いのでしょうか。同棲などもしていないです。ちなみに彼は仕事が忙しい人です。まあ多分ですね、まああなたに関して疑うとか、そういうことをやればやるほど、本当に彼は私のこと愛してるのかなっていうことをやりたくなるんですよね。本当に私のこと愛してるならこのハードルを飛んでちょうだい。いっぱいハードル用意してですね、あなたは彼をハードルの選手のようにさあせるかもしれませんね。でもね、こういうふうに疑ってる人は、まあ、彼の愛を感じられないがゆえにいずれ捨てられちゃうんじゃないのとか思っちゃうわけですけど、こういう人がしてないことが一個あるんですよ。それは何かっていうと、彼の愛を求めることを優先し、あなたは彼を愛してるとか、本当に大事な人よとか、48歳の私なんかが本当にいいのかしらって本当に不安になっちゃうんだけど、いつもよくしてくれてありがとうねとか、本当にあなたは最高よとか言ってる？そこが問題じゃないでしょうかと順次は思うわけですよ。多分ですね、嫉妬とか疑いとかそういうようなことがあるタイプの人っていうのはですね、愛を求めることで愛することを忘れる。皆さん講座聞いていらっしゃると、基本の基本はこうでしたよね。物理的な法則と愛の法則は真逆。つまり、あげればあげるほど増えるのが愛。そして、あなたが足らないと思って文句を言ってることは、実は彼からもらうんじゃなくて、あなたがあげてないことなんですよという法則はもう、口が酸っぱくなるほど私は言ってますよね。あなたにとって今ですね、不安に考え彼への愛を制限することをやればやるほど、あなたのことを愛せない、愛を制限してる私を愛せるのかしら、あなたは。それはですね、あなたがおっしゃってるよりも、若い子供が産めるとかいうことよりもよっぽど大事なことですよ。ダーリンをいっぱい愛してください。そしてこの年であなたみたいな素敵な人と出会えて本当に良かった、嬉しいわって彼の自尊感情を満たしてください。あなたは今自分の自尊感情っていうのがちょっと満たされてなくて、コンプレックスと劣等感になっちゃってるんですよね。だったとしたら、彼へ本当に愛を伝えてあげるということをやる度合いだけバランスが取れてきますよね。続きまして、ともよちゃん。
先生こんにちは。ともえちゃんもこんにちは。いつも配信楽しみに拝見してます。早速ですが、本音を言えるにはどうしたらいいでしょう。どういうこと？相手に言いにくいことを、意見の違うことを、関係を崩さず相手に伝えるコツを教えてください。まずですね、本音を伝えるとか意見を言うということで関係が崩れるということは基本はないんです。ただその言い方にあなたがですね、心の中で言っていないんだけど何らかの怒りがあるならば、あなたの中でコミュニケーションや言いたいことを伝えるということは、私も言いたいことがみたいなあの風に言っちゃうと、これはまあ関係が崩れちゃったりしますよね。だから多分ですね、あなたはこう言いたいことを我慢して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 みたいな風になる前にさっさと言いましょう。皆さんノートとペンはいいですか？コミュニケーションとおならは我慢して出すと大きな音が出る。書いた？大丈夫？どこの間にかけて貼っといてくださいよ。なんだったら額縁入りでとかね。将来なんだったっけ、お宝探偵団で、500円ぐらいの値打ちがつくかもしれませんから、頑張っといてくださいね。怒りをためずに、頼む。こうしてくれるといいな。私はね、こういうふうに思っちゃうんですけどね、っていうふうに、普通にコミュニケーションを言うっていうことを我慢せずにできるだけ早く言う。ね、何回も学びましたよね。溜めてから言うと、おならとコミュニケーションは、大きな音が出る。はい。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー、毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞くまるっていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか？ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座っていうのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円。もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ、無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか？そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、
一度無料説明会にお越しください。よろしく。